こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の12月27日を10分ほど過ぎましたけど、見ていきたいと思います。現在のエダコインの値段は 87.97 ということで、昨日ちょっと見たときは結構ね、84とか、そこくらいまで行ってたので、ちょっとビビりましたけど、また戻してますね。はい。お昼ぐらいからずっと80円から約4円上がってきたと。はい。1時間で見ると、昨日ちょっとね、びっくりしたのがこの辺りで、そこから1回、2回にかけてここ戻ってきましたね。はい、もう1回90円。90円なかなかいかないんですけどね。はい。まあ、日足で、まあちょっとね、引いてみれば、ずっとこの辺りで揉んでるだけだよと。まあ、次までゆっくり待ちましょうという感じですかね。はい、まあ、それ年明けになっちゃうかもしれませんけどね。はい。では、ツイッター見ていきます。はい。シンギュラリーネットですね。はい。AI のシンギュラリティネット。ちょっと英語なので日本語にしますけど。24時間、体の出の AGIX、ステーキングが明日公開されます。カレンダーに印をつけましょう。最初のパブリック AGI オン、体のステーキングエポックの拠出時間は12月28日9時。午前9時、協定時間に始まります。知っておくべきことは次の通り。ステーキングは体のすべての AGIX ホルダーに公開されます。ホワイトリストは必要ありません。50K の最大上限が解除されました。プロモーションエポックに参加した既存のステーカーは安心してください。AGIX トークンは次のエポックでも自動的にステーキングを継続します。何もする必要はありません。最初のパブリックエポックに参加する。まだブリッジしていない場合、ブリッジを使用して AGIX トークンを体にブリッジしますと。参加方法の詳細な手順については、こちらでガイドを確認してくださいということで、まあ、シンギュラリティネットの AGIX トークンを持ってた方ね、おめでとうございます。待ち望んでたじゃないですかね。はい。まあ、私はね、買いたいと思いつつ買えてないんですけど、まあ、別に今からでもね、別に遅くないと思うんですけど、はい、まあそれはご自身の責任で考えていただきたいんですが、まあ、とにかく、ステーキングが始まるっていうのはね、非常に嬉しいことですよね。はい、これブリッジっていうことで、ERC20 トークンなんですよね、これね。確か。で、それを体にブリッジしてということみたいですが、ちょっと私触ってないので何とも言えないんですが、まあこの辺、まあ詳しい方は、っていうか興味持っている方ね、前からある話なのでご存知だと思います。まあ明日またいろいろ情報が出てくると思いますので、また拾いたいと思います。はい。自分としてはね、こちら、イアゴンっていうんですかね、こちらの方が、ちょっと大きいニュースかなという気がしますが、イアゴン、オフィシャルチームおめでとうございます。先のインタビューを見て、分散型クラウドサービス、ユーザーの試験などについて学びましょうということですけど、これは25日付のツイートですね。はい。メインネットのリフトオフ、サンタさんがプレゼントを届けてくれました。イアゴンは現在、体のメインネット上で稼働しており、私たちのエコシステム開発において素晴らしい日を迎えました。私たちの約束は果たされ、この旅を始めるために私たちのビジョンが実現しました。私たちの革新的な製品があなたのために準備ができています。無限の可能性を秘めたエキサイティングな未来に私たちと一緒に乗り出しましょうということで、こちら、このアプリに行くと、はい、これストレージサービスなんですよね。はい。で、私、ちょっと、鎧ウォレットつなげてみたんですけど、ちょっとうまくいかなくて、この画面で止まっちゃってるんですけどね。まあ、それはともかく、ここに書いてあるように、1テラ、ね、4テラ、あ、まあ、何テラかな、ちょっとわかんないんですけど、その後、30テラということで、そこが24だから3500円ぐらいですか。か、もうちょっとかな。はい。ぐらいの金額で、まあ、何ですかね、ストレージサービスが使えますよということじゃないかなと思います。はい。まあ、それをね、ちょっと確認しつくて、ウォレットつなげて始めてみたんですけど、ちょっと簡単にはね、いかなかったです。はい。ただ、まあ、これがもうメインネットで、この本当に分散型ストレージ、今だとやっぱり IPFS と、まあ、同じようなものだと思うんですけどね。はい。まあ、それが本当にローンチしたと。体の上で認知したということはすごいことだと思います。はい。こちらのアヤゴンのホームページに行くと、Web 3.0用のクラウドストレージ、ストレージエコノミーということですね。
はい、ホワイトペーパーがありましたので、ね、ちょっと見ていきますね。はじめにイアゴンは分散型ストレージとコンピューティングリソースの市場を構築することを目指しています。プロトコルの最初のバージョンでは共有ストレージ経済に参加するプロセスを誰にとってもシンプルで透明性の高いものにするためストレージマーケットプレイスを実装します。このプロトコルによりストレージプロバイダーはデータのプライバシー、セキュリティ、アクセス性を確保しながら余剰ストレージをマーケットプレイスのリソース、消費者に透明な価格で取引することで報酬を得ることができますと。プロトコルの将来のバージョンではイアゴンは安全でユーザーフレンドリーな方法で計算プロセスも実行します。したがってイアゴンがストレージと処理のための分散型グリッドを提供することによりクラウド、ストレージとコンピューティング市場に革命を起こす未来を思い描いています。データセンター、コンピューター、その他のデバイスから未使用のコンピューティングリソースを結合することによりイアゴンは業界のリーダーと競争できる分散型コンピューターを作成しますということですね。はい、まあ、ちょっと、使った様子とか、まあ、これからいろいろツイートとか出てくるんじゃないかなと思います。はい、そして猫とさんからちょうどートークンの話が出てますね。トークンをスワップする際に DEX アグリゲーターがあればこんなに便利でお得、体の使い方がどんどん進化しているのを感じざるを得ませんということで、まあ、DEX 使って今のシンギュラリティネットとかイヤホンとか、まあ、その辺のトークンがいろいろ買ったりできると思うんでね、はい、ちょっと試してみてもいいかなと思います。はい、ムバラク翔吾さん、石田翔吾さんですね。はい、こちらが、記事でアフリカの大地での長年経験した私のインタビューを掲載していますということで、ビジネスインサイダー、仮想通貨に沸くアフリカで動き出した日本人たち、闇レートを起こし銀行使いの混沌に勝機ということで、まあね、こういうところが映ってますけども、この記事、ね、下の方行きますと、はい、この辺りからですね、時価総額3兆円超えるブロックチェーン、カルダナの創設母体の一つであるエマーゴは、エマーゴミドルイーストアフリカを通じて、ナイジェリア、ケニア、南アフリカの経済圏を含む14カ国でブロックチェーンを活用するスタートアップに対しての投資活動と事業開発支援を行ってきた。エマーゴ MEA は2021年に1億ドルのアフリカ向け投資ビークルを設立し、これまでに約50のスタートアップに投資している。同社の CEO を務める石田翔吾氏は言う。伝統的な海外送金手段はアフリカにおける送金コストをさらに押し上げる懸念がある。例えばヨーロッパ在住のケニア人が母国に1000ユーロを送金する際、その手数料が200ユーロに達することすらあるのが現状だ。しかし現金の代わりにビットコインやステーブルコインの USDT や USDC、MPESA など仮想通貨、モバイルマネーを使うことで送金手数料は限りなくゼロに近づいていく。はい、次は BTBA さん。アテネ国立工科大学のコンピュータサイエンス、電気及びコンピュータエンジニアリングスクールにおいて IOG が資金提供した最初の卒業論文が無事に完成し承認されたとのことですと。はい、ちょっと見ていきますね。IOG はアテネ国立工科大学のコンピュータサイエンス、電気及びコンピュータエンジニアリングスクールにおいて IOG が資金提供した最初の卒業論文が無事に完成し承認されたことを発表できることを大変嬉しく思いますと。で、アテネ国立大学コンピュータサイエンス学科、カルダノステークプール、スケプシス、エイダースケプシス、その SPO であるクリプトス、パラスカス及びタソス、ツカイ、ジャンニス。エコシステムでスキルを披露し、将来のイノベーションの道を開きました。この素晴らしい旅について詳しく読むということですが、はい。すごいですね。卒業論文でこういうのをやってしまうというね、はい、素晴らしいなと思います。でもまあ情報工学とかね、そういうところで本当にステーキングとかをね、どんどん勉強していってくれるといいなと思いますし、まあ会社でね、その仮想通貨、まあ、ステーキング報酬を経費のために稼ぐみたいなこともどんどんやってほしいなと思うんですけどね。はい、では値段に戻りました。88.48 円ですね。はい、14,012.9×88.48 で元本が10万円ですので、計算しますと、マイナスでした。はい、修正しまして、139,861円のプラスということになりまして、
はい、政策 1139.9% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。